この取り組みは、県トヨタ販売店グループが交通事故死傷者ゼロを目指し、毎年行っているもので、今年で56年目を迎えます。昨日行われた贈呈式では、熱都ヨタ静浜の竹林英吉社長から、静岡豊田幼稚園の年長園児の代表に絵本が贈られました。 絵本は横断歩道の正しい渡り方や道路への急な飛び出しや幼児の一人歩きの危険性など、交通安全について学べる内容になっています。絵本は7万7400部用意され、今後、県交通安全協会を通じて県内の幼稚園や保育園などに配布されるということです。